皆さんこんばんは。元男の子の青木かのん7歳です。今この沈みがちな日本を明るくしたいということで、久しぶりに7歳の青木かのんが登場です。今日は何をするかというと、私が好きな大好物は食べるだけです。まずはこちらからどん兵衛特盛り。やっぱりビールといったら朝日スーパードライ。そして最近ハマっているもちもちチーズ丸、巨大コロッケ、そしてジャンボフランク。これを今からたらふく食べていきます。それではお手を合わせていただきます。ご会長、プン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 。おいしそう。これはたまんねえぜ。魚ないとやってらんねえからな。沈みがちな日本を救うための乾杯だ。おいしいけども酔っ払ってきたぜ。もう赤い。まずは麺類といこうか。これ私が好きなどん兵衛特盛りなんですけども、じゃあいただきます。たまんねー。で、このビールで流し込むと、何スッキリングって、私7歳したから分かんない。親父ギャグとか。じゃあジャンボフランクといこうか。なんかブラックペッパーみたいに入ってんだけど、じゃあいただきます。じゃあね、鼻水は出んないな。やっぱりね、まだ幼稚園を卒園したばかりだから鼻水が止まりません。幸せです。飲まないとやってらんねんだよ、こっちは。まだだな、決済なんてしたくねえんだよ。勘弁してくれよ。じゃあな、遊びで忙しいんだよ。これね、お揚げさんもあるんですよ。ジューシー。めちゃくちゃジューシー。出汁が染み込んでて美味しい。これ私、食レポマスターじゃないの？あ、そうだ。サムネイル撮るの忘れてた。鼻水が出る。見るんじゃねえよ。見るなよ、絶対に。あ、思春期を迎える前なんだからね。思春期を迎えたら、もう見せられません。もうこういうのが一生続けばいいのに。ねえ、なんで大人ってさ、建前って言うの？なんで大人って本音と建前って言うんだろう。7歳の私にはわかりませんよ。見せた。顔が真っ赤だ。皆さんは何が好きですか、食べ物は。私は、中トロと大トロで言うと、やっぱり大トロだとこってり系だから、やっぱり私は中トロの方がいいかなと思うんですよ。あと、最近だと、炭塩とかも、塩でさっぱり食べた方がいいと思うんですよね。昔は、タレとかで食べたの。でも、もう大人の階段、登りたいなーって思ってから、炭塩は塩で食べるのが美味しいんですよ。やばい、やばい。めちゃめちゃうまい。特盛りなんて足りないよ。爆盛り作れ。皆さんは好きな遊びとか何ですか？私はやっぱり新しくできたばかりの友達と泥系とかするのが好きなの。泥系とドッジボール。ドッジボール強いからね。
めちゃめちゃ強いんだよ。だってクラスのね、あの山田くんとかもぶっ飛ばしたんだから、めちゃめちゃ強いんだよ。顔面当てられたらセーフとか言われたんだけど、私らの顔面とかじゃなくて普通にもう体に当てるから、めちゃめちゃ強いからね。ドッジボールは負けねえ、もちもちチーズ丸、これですよ。でもいただきます。なんか魚のすり身みたいな味するけど、めちゃめちゃ美味しい。遠足の時のお弁当に入れてほしい。これめちゃめちゃ美味しいじゃん。やっぱりチーズまでにはアサヒビール。たまんねー。やっぱりね、大人になったらビール飲めなきゃダメだよ。これや、友達とかみんな、なんで青木ちゃんってビール飲めるのって言われるかもしれないけど、私大人だからね。大人だったら食べん飲めないんだよ。世界情勢が厳しい中だけど、みんなの平和を祈って乾杯。美味しい。どうです、なんかここ最近のあの世界情勢は皆さん気になります？私は小学校の友達の世界情勢が気になるんですけども、でもそればっかり気にしたらかっこ悪いから、私も今ね、世界情勢気にしてんの。でも顔が真っ赤になってきた、顔が真っ赤になってきましたけども、じゃあ行ってきまーす。うめえじゃねえか。もう世界情勢忘れてしまった。これが私の今日の MVP ビッグコロッケ。もう幸せですよ。こうやってでかい口で食べるとかっこいいんだよ。ちょっとでもお腹いっぱいだ。小学生やっぱり満足だ。でもさ、いいよね、 YouTuber って大食い動画とか出してるけど、あれでしょ、あれどうせ経費で落ちるんでしょ。私だってさ、あの1ヶ月にさ500円のお小遣いだよ。そんな食べれないからね。1万円食べ放題企画とか YouTuber やってるからさ、あんなのどうせ経費でしょ。大人って汚いよね。いやー食ったなー、これ以上食べれない、もう満腹です。ということで、今日は青木かのん7歳が久しぶりに登場したという動画でした。少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、TikTok は画面の下にありますので、そちらもお願いします。また次の動画でお会いしよう。